はい、どうもこんにちは。さあ夫婦です。まあ、前回の動画で掛け夫婦がめちゃくちゃお金かけてたから、これらも結構金かけたんじゃねと思って、一旦全部家の中にギアを持ってきました。これから部門別に分けていくらかかったのか計算していきたいと思いますので、キャンプを始めようと思っている人ぜひ参考にしてください。イエーイ。まずはテント。このテントがなきゃ始まりません。これが、はい、お次アメニティタープヘキサイルセット31,680円。これはサキが私に黙って勝手に買いました。いらないって言ったのにふうに買いました。でもね、このツールームとタープあればめっちゃ広々できるよね。夏はいいね。冬は寒くて疲れますはい、次マットシートエルフィールド専用です。22,000円。海の誕生日プレゼントでしたはい、次じゃん、バッグのマットです。これがあるとね、睡眠が劇的に変わります。このマットが2つで13,960円。はい、結婚祝いでもらいました。キャンプ道具くれる友達大好き。はい、お次はバッグのコッタです。15,800円。このコット出始めた時はマジで手に入らなかったよね。いやでもこれあるだけで本当に外でもね寝転がったりできるし、めっちゃいい。本当は2つ欲しいんだけど、サキがなかなか買いたがらない。別にいらんかなと思って。はい、じゃあお次、スノーピークのシュラフ2つあります。お値段は12,056円。これ5度まで耐えられるらしいですけど、まあこれだけじゃ寒いね。寒い、うん、これだけじゃ過ごせん。寒くないと無理です。だね。そんなわけで次は毛布のご紹介です。コストコで買ったペンドルトンのクイーンサイズの毛布です。これがあればマイナスも言ってた。これなら3,200円。このサイズで3,200円はめっちゃ安い。お次もペンドルトンのタオルブランケット、さっきと俺のがあります。これそれぞれ何円だったっけ。まあ、定価で10,000円くらい電気毛布です。運命の力、これがないと体感できません。2,500円ぐらいかな。楽天だっけ。うん。あ、ちなみに今紹介している商品は当時買った価格でご紹介しております。最近の物価高で値段が上がってるかもしれませんが、それはご了承ください。じゃじゃーん、ペンドルトンのレジャーシートです。2つ。テントのインナールームに敷くんだけど、グランドシートを敷いた後にこのレジャーシートを敷いてます。さらにその上にバッグのインフレータブルマットを敷いています。で、このレジャーシートのお値段が2つで約6,000円。広げた時のやつ見せたいね。はい、次ジャックリーのバッテリーです。ソーラーパネル、雨ばっかだからこいつ使えないのよ。さあ夫婦、これの気持ちいい。やばいよ雨、なまら降っとる。このジャックリーが手に入ったことで夜中でも電気毛布を使えるようになりました。ジャックリーとソーラーパネルのお値段は楽天スーパーセールで買ったから安くなってて2,000円。この前掛け夫婦が使ってた薪ストーブも約7万。テント部門終了。ここまででおいくらでしょうか。でで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 んでん、結構かかってんだ。じゃあ次、大きいギア部門いってみよう。じゃあまずはテーブル。このテーブルは楽天で買ったんですけど、はい、もう廃盤で訳ありだったので5,000円で手に入れました。イボーク、わかんないから4万円ごとでもなんかあっちの検品漏れ高で半額になったんだよね。ラッキーでした。はい、お次はスノーピークの椅子、値段は37,400円。
でも椅子必要だから。お次は、実はコールマンなんです、このクーラーボックス。キャンプをしようって決めて中古屋さんで買いました。6000円くらいかな。ジョイフル AKB でスプレーを買って DIY してみました。結構ボロボロ剥げちゃったね、うん、でもなんか一気にこれで雰囲気変わってるね。そうだね、あの冬はちょっとやっぱパサパサって。はい、次、次は優秀なクリップローレン頑丈収納ボックス第2000円。俗に言う無印ボックスやね、うん、これにちっちゃい小物類を収納してます。これも同じくジョイフル AK でスプレーを買って DIY してみました。これさ、このシールたちの方が高いんじゃない？確かに色塗っただけじゃちょっと寂しかったから、いろんなステーカー買っちゃってるね。スモアに、ノースフェイスに、小川、ユニフレーム、ナンガ、ベトロマックス。裏も見てみる？見るか。これはキャンプ場のステッカーだね。うん。どこや？どうしようか。はい、次。バック。よし。これが3つあります。1つ目、2つ目、3つ目。お値段は6,000円。クーラーボックス置いたりとかね、あんま直に置きたくないものをね置いてもいいし、ダッチオーブンみたいな熱いものもここに置いても OK。 はい、次、はい、なんだなんかえそんなんだったっけ。使いすぎて。4,480円、割といいお値段するね。いつもはあの3段ラックにこの無印の工具箱セット、この中に全部ペグ入れてるよね。このボックスをいつもラックの下に入れてます。お次はこの子です。ノースフェイスのティッシュケース。お値段は8,250円。その中に皿とか全部入れてる。取ったこともなかったね、うちは。うん、メッシュになってるね。じゃん、これも3段ラックに載せてるよね。一番上に置いてます。じゃあ次、DOD のゴミ箱、8,000円くらい。画面に完成したゴミ箱の図が出てると思うんだけど、かわいいよね。初 DOD 商品じゃない、うちら買ったのね。こんな感じ。これ買ってからさ、ゴミの革命が起きたよね。これでだいたいテントの中終わったね。お次は小物編をやっていきます。じゃあ順番に、アットサンドメーカー5,280円。お次、メスティン、これはアウトドアフェス。そうだね、なんか安く安くして全部欲しいんで買いました。山勢。お次、イケア、カッティングボード1,000円。次、マイカセット M、 じゃん、5,000円ぐらい。次はこれもスノーピースの、まあ、クッカーだよね。3,300円。お次はスノーピークのケトルナンバーワン。一応スノーピークで間違いないです。これでいつもお湯沸かしているよね。うん、2,750円。お次はシェラカップたちです。スノーピークさん2つで2,640円。はい、うん、サモさんも2つ持ってて3,080円。お次はチタンマグシングル450円2つ5,830円。これも結婚祝いにもらってタイウマファミリーから。このシェラカップだったりコップは本当に私生活でも使えるから超便利。お、次はフェンダルトの2トン、これも私生活でも使えます。フェンダルトのランチョマット2枚セット大体2,800円ぐらいかな。最近のニューアイテム、外のフィールドチャッカー2,000円ぐらい。この火力がまあえぐいね。このラッチオーバーには超人気のねロッジ、うん、約1万円。これでいろいろ作ったな、本当に。ピザがでも一番うまかった。ピザ3分ぐらいでね膨らみが早い、ね、よし、次、スノーピークのホーム&キャンプバーナー12,000円。これのいいところ今からご紹介します。本当にすごい。いくよ。
スバナーめちゃくちゃおすすめです。これは初心者の人に買ってほしいかも。私的にこれはね、壊れてもまた買いたい。災害でも使えそうだよ、うん、よし次エアボーンのだったんで、このライトがまたおしゃれなんだよね。はい、次じゃあもう一個ライト紹介します。メインライト、おおお、この子のお値段が1万円。うわ、ここら辺だけでもう3万くらいかかってるな。次、お、なんか出てきた。スノーピークの種ほおずきちゃんです。いつもお休みのシーンでね、使ってるやつだね。もう電池なくなってこれ5000円くらい。1万5000円、4000円、イエーイ。じゃん、これはウォータージャグとイケアのスタンド。このコラプスは5000円くらい。これがイケアで1500円くらい。おしゃれだよね。これ折りたたみだからね。うん、楽ちん。お次はよいしょよいしょ、コロナストーブです。1万8000円。これがあってキャンプの常識が変わった。じゃん、ストーブファン4500円。これがあるだけでマジで空気の循環が違ったな。あったかくなったら自動的に回るもんね、電源とかなくても、うん、次、キーナイスのサーキュレーター、これのお値段が3000円ちょいです。3000円ちょい。どうした、髪が開けました。溶けちゃった。火じゃないでしょ。焚き火、これがキャンプの醍醐味だから、焚き火セットをね紹介していきますよ。よいしょ。ヘトロマックスのファイヤーボール、私の小学校からの友達からもらいました。これでよく問題出てるよね。23,100円。はい、お次はしょ、スノーピーク焚き火エールセット。これは私の弟から結婚にもらいました。約3万円。ケースと、まあ、芝を焼かないようにするやつと鉄板と焚き火台で3万円くらいだよね。ありがとう、ギテーよ。このラックがミニサイズもあります。2つで6,000円くらいな。お次は最近のニューギアアイテム、ハスクバーナー6,000円くらいか。いや、この斧マジすごい、ちょっと力入れただけですぐ割れたもん。巻き割りにはこれを使ってます。バンドックの巻き置き台2,500円です。どんどん行くよ。コールマンの火起こし器です。電気はこちら。おっと、このお値段が約5,000円。このフックにダッチオーブンの蓋とか引っ掛けて持てるし、薪なんかも全然入れれるし、すごい便利です。無印の工具箱、この中に全部のペグを入れてます。ペグだね。と20cm のペグを10本ずつ買ってます。お値段は 20cm のが10本買って3,500円、 30cm を10本買って5,000円。はい、でもこれあるだけでマジでテント安定するよね。確かに飛ばなかった。さすがです、スノーピークさん。ペグ紹介したから次はスノーピークさんペグハンマーでございます。歪んだ性格はまるで先にそっくりだ。7,000円。さっきライト紹介した時に言えばよかったんだけど、ランタンフォール、これは6,000円。こんな感じにね、引っ掛けるとおしゃれだよね。ぶっ刺すタイプ。そうだね、カン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 すれば。コンクリは無理だけど、コンクリ以外にありてね、うん、よし、だいぶ終わってきたぞ。二酸化炭素チェッカーも買いました。3,000円です。日本語音声なので安心です。あと2つ、コールマンのテーブル、これはね、私のからプレゼントでもらいました。あ、いっぱい使ってる証拠だね。だね。これいくらだっけ。ありがとうございます。最高、
カリーワゴン、お値段12,000円。まあフリーサイトはこれがなきゃもう無理。そうだね。でもなんでこれにしたかって、タイヤがでかい。他のメーカーさんは結構タイヤが細くて安定しないなと思って、口コミがいいワックにしました。ワック最近勢いあるよな。ワックさん、案件お待ちしてます。まあ、ここで一旦全部の商品が紹介し終わったということで、合計金額出しました。おいくらでしたか？618,240円。買ったね。買いましたね。旅行行けるわ。ハワイ行けるね。新婚旅行費より高いわ。まあこれあくまで買った商品だけの値段なんで、キャンプ毎回ガソリンとか食費とか毎回1万円くらいかかってるから、そういうの入れたら、言わないで、まあ硬いね。まあそんな感じで、これからキャンプ始めようと思ってる人もぜひこの動画を見て、あーこの商品欲しいな、この商品いらないな、なんて考えてくれたらありがたいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。マジかよ、そんな金使ってたか。